チンコシコシコ4号気味、どうも伊藤開示だ。このウィニングイレブンというゲームには監督ってやつが存在する。こいつは言えば勝ち組だ。俺たちウィニングイレブンのプレイヤーはこの監督ってやつが敷いた戦術っていうレールの上に適した選手を置くことしかできねえ。いわば俺たちは監督の奴隷、ただの傀儡。しかし俺たち見たら奴隷がいくら抗ったって監督の敷いたレールの上外れちまったら勝利なんて得ることができねえ。だから毎日毎日監督の戦術に沿った選手を配置してウィニングレーをする。そうやって上の人間がオクサイブもううんざりなんだよ。どう、俺ちょっと下手になったということで、今回はめちゃめちゃ守備が売りの監督でめっちゃ攻撃してみたということなんですよ、皆さん。本日はこういうスカットで試合の方やっていきたいと思います。要は持ち味を生かしたくないんですよ。もうビスケットオリバーさせてくれってことですね。僕はもうこの監督ずっと欲しくて、絶対守備いっぱい置いてやるぞと思ってから、ご守備ガーって置いてから上入れするぞと思ったんですけど、なんかね、思い通り動かされてる感がしまして、もう本当に返しと一緒ですよ。はい、もう星ももらってお金もらって船降りるでしょうと思ったところ、あのオスターを救ってくれみたいなことをしたくなっちゃったわけですよ。もう手のひらの上で踊ってることに気づいた令和チャンネルは、向きになっちゃったっていうことですね。もう完全にこのフォーメーションを見たところ、もう守備をしっかりやって、その上でちょっとカウンター一発かまして守り切りましょうみたいな監督なんですけど、ここ2列目でガンガン飛び出させて、サイドからインナーラップかましまくって、でも両サイドはがっつり攻撃かましてて、もうギャンギャンの攻撃メンツを勝ち込みました。もう人間の性質とこの環境がもう全然もう合ってないみたいな、もうなんかパリピを図書館にぶち込んだみたいな、そういうねスカットでやっていこうというわけですよ。そんな感じで今日はこのスカットを使って、まあ、目と耳とアナルをかけて試合の方やっていきたいと思います。行きましょう。チンポは僕らの手の中、誰かのマンコはいらない、誰かのマンコはいらない、誰かのマンコはいらない、チンチンを握りしめたい、僕らはしこるために生まれてきたわけじゃないよ。ちょっとゴールキーパーに控えがいなかったんで、ちょっとここは安定感のあるオリバーカーをぶち込んでおきました。さあ調子なんですけど、そこはどうかっていうところがだいぶ重要になってきます。さあ、じゃあダビデ・アラバーにはこのまま出てもらおうと思います。そしてで、相手はこんな感じという感じでね。またこのルンビリーという男はね、しっかりセンターフォワードで置かせていただいてるんで、まあ、こいつはね、もうあの、封建です。もう一人いるだけで安定が違うから、危ない！はぁ！ルンビリーやばい、やっぱ。もう戦術意味ないやん、あいつの前に。だる。まあまあ、でもこの辺でボール回せるんで、まだ。回せてる。で、メッシが結構いいとこ取ってる。あれ、サイドの高い位置誰だ、あそこ。使ってみよう。アルガンザラ！どうよ！いけた！割と流動的にみんな動いてくれますね。まあ悪くはないんじゃないでしょうか。そんなになんかもっと縮こまるかなと思ったけど、結構ね、前線からガンガン行ってくれてるんで、これは令和チャンネルの思い通りに試合が進められそうですとか言いながら、もうすでに1点取られてます。守備に関しては若干もろくなるかもしれんけども、ゆえのオリバーカーンよ。最後にはしっかりケツ浮いてくれる先輩がおるんや。うちの会社とは違ってな。ちょ、マンパワー高すぎ。あ、あらば。やばいよ。今お前、あれだよ。今一番弱いってバレてる、今。何これ。何これ。こんなにゆったりとペナルティーエリア内をボールが移動することあるんや。アメリカのスラム街を裸でなんか女の人が通るみたいな、そのぐらいの奇跡。待って、やばい。いや、今取れたって絶対。ちょっと落ち着けよ。また一回守備から入ろう。しっかり守備から入ろう。守備から入りたくはないけど、守備から入れざるを得ない。てか待って、オリバーカーなんか遅れてない。あいつちょっとなんか若干ラグってる、あいつだけが。よし。あ、いい。うん、ルンメにゲーで、ここで一回キープ。あー、取れ、ナイス！ありがとう！いやー、カンタラ先生、マジっすかー。でも、カンタラ先生の講師を渡る献身が、ありがとうございまーす！いい感じじゃないっすか。とりあえず点取らせてもらいました。まあ、相手はなんかセンターバックでちょこちょこドリブルするってナメプかましてきたんで、しっかりと。なんそれ。なんでこのなんかさ、雨降ってから今日絶対中連やったと思ったら外連になったみたいな感じ。なんでちょっと一回上げてみた、俺の気持ち。やめてよ。よし。完璧な損じゃない？損！なあ、クソが！マジか！やばい。バカ！話は聞かせてもらったぞ。貴様がそちらから攻めることはな。もっと厚みのある攻撃見せようぜ。ルンメニゲだけじゃなくて。ふい！厚みあるこれは！いや、ミスった！通れ！くそ！やばい、ガッチャガチャやん！ちょちょちょ。令和チャンネル頑張れ。お前が真の統率者となるんだ。頑張れ、お前が。まとめ上げろ、この安藤と古畑たちを。ちくしょう！今気づいたら、このカウンターサッカーに置いて、この
頂点のところがルンメリゲっていう一人で点取れる選手だったら、それって結局監督の思い通りになってるってことじゃねえか。ちくしょう、こんな時によ、この監督の期待を裏切れるような生かした男いねえのかよ。やれやれ、こういう時はいつもはわしの出番じゃのう。その声はまさかヤンコレレン。さすがヤンコレレン、いいね、このヤンコの太陽やん、神やん、マジで。見てこれ、見てこの構図。宝剣はさ、背中でさ、人をついてこさせるっていうのは一人気ままにやる感じやん。こいつは大きなんで、このヤンコレレンって男、みんなをついてこさせる。そう、みんな後ろについてくる、みんながそう画期的になる。いいですね、これが本来の俺がやりたかったサッカーなのかもしれません。いいよ、はい、何を、やばい、へーん。しょうもない。まあ、別に点取られることに関しては仕方ねえよな。そらそうだって、俺両手に剣しか持ってないもん。そらそうや、縦に持ってねえんだから、そら攻められるさ。だからその分貴様を八つ裂きにする武器をたくさん持ってるぞ。いけやん、これる3 3 3。さすがはソン、見たかったソンが見れました。ちなみにソンはソニーと呼ばれてるみたいです。なんとウォークマンだったことが最近判明しました。もうわしら完全に大きくなったやん、これでもう確定やな、これでな。で、アンコレルがこれじっくりとボールを持つ。いや、そもそもサッカーが下手。これしっかり体で、そうそう、いいよいいよ、そう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 、もう守備もな、曲がりなりにしっかりやっていこう。ヤンコレル、いい、上がってきた、ソン・フンミン、素晴らしい。今日はソンのコンディションが非常にいいぞ。ヤンコレル、ここだ、完璧なんじゃない。おい、ザザニオの、おい、ふざけんな。今完全に裏返ったやん、今もうなんか王のタイミングが奴隷出せたやん。オッケーオッケー、79分な、あと一発しっかり攻撃できるぞ。この一回大事にしよう。ハビルツ、サイドはこれはソンを使おう。今日はソンが熱い、熱い人間は積極的に使っていく。うん、ザニオロ、うん、バカー、ザニオロ、お前裏切るなよ、アンドー、ふざけんな、あいつマジ出せたらいけたやん。おい、サレッティ遊ぶな、ちょこちょこ、お前ピクミンか、お前は。うんうんうん、やこれやっちゃう、アンドー、アンド、アンド、ソンが、アンド、絶対殺す。自己じゃ。今の試合、こっちのチームに裏切り者がいたため、12対10になってた。サッカーの試合ってのは、11対11。つまり先ほどの試合は、ノーカン。2試合目行きましょう。ザニオロ先生、やってください、ちゃんと。まあ、あなたのところで、もう3回くらいチャンスあったからね。3回でも潰れてるからね。仏の顔も3度まで。仏もお前をぶん殴るよ。さすがに。仏さえも。そんな感じで見ていきましょう。アルカンタラが調子悪いから、まあ、ちょ、こう、ブルフェリぶち込んで、まあ、ちょっとこんな感じでやっていきたいと思います。フォーメーションの見た目だけだったら、もっと守備的になるかと思ったんですけど、意外と攻撃いけてましたね、割と。まあ、さすがになんかもう、お下げ下げててメガネだったんで、絶対陰キャだろうって思ったんですけど、意外となんかエッチな部分があったということで、これ幸せですね。非常に良かったと思います。まずは守備入ろうか。あ、まあ、まずやっぱりその、どんなか、あ、ちなみにあの、オリバー・カーンは首にしました。なんかうざいんで。なんか直感的にあいつで負けた気がする。特に理由はない。具体的な理由ない。解雇理由なんとなく。ルメリゲ。確かボール持って、うん、上がってきた、面々。いいですよ。この厚みのある攻撃、それが見たかったんだ。そうそうそう、いい。厚み、厚みしか感じない、完璧な厚み、くそ、重厚感だけだな、ビッグマック。違う、バカ、え、何そのパス、何そのパス、ただパターゴルフみたいなパスは。自分の桁は自分で行く、それはこのチームの掟。はい、うえ、ドンちゃんドンちゃんゲーすぎるだろ、さすがに。これ改めて気づきましたね、ドンの素晴らしさに。やっぱクリークと大違いということで、これでヤンコレルさんががっちりボール守って守って守って吐き出した頃にブルフェレが拾ってシュートよ。これでいきましょう。こういうね、ちゃんとした攻撃がこうできるわけよ。これフィジカルでしっかりボール持って、おい、あ、あ、あれ、ヤンコル信じて前行ってやれって。頑張って耐えとんやから、かわいそうやん。みんな来るから待ってようで待ってたら誰も来んみたいなさ、悲しいやろそれは。秒速5センチメートルみたいなこうすんなって。あ、待って待って待って。カイ君、カイ君、そのドリブルはないや、無駄な一歩が命取り。ああ、おお、危ねえ。次から気をつけるように。ヤンコルがしっかりボールキープするから。これ、これ、これ、これは、一つのサッカー。リシャルリー、ウー。
そしてこのタイミングでヤンコレルが飛び出す。あーバーバー。まあ今もうね、アイコニックモーメント出したウィニングにも終わるランキング第1位第2位は2位ヨハンクライフ、1位ヤンコレルと言われてますから、まあこれ間違いねえな。まあ圧倒的すぎる力が、うん、イシャルリーヘッド、ヤンコレルズドーン。ブルベレコレルさん、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 小回りは絶対に効かない。あの2トントラックだから小回りは絶対効かない。絶望的に効かない。やばい、ちょっと厳しい、苦しい時間帯が。ナイス、終わった。今終わりました、苦しい時間帯。こっから流れるように2列目が飛び出しを使って、いや前線のヤンにボールを渡し、そしてフィジカルでしっかりボールを守って、ちょっとこれ、ちょっと、ああ、なんか、あれちょっと待って、ちょっと待って、プライベートなウディが出てきちゃった。ルーベンディアス。最近ハマりにハマってるルーベンディアス。ここで詰める。これラストチャンス。行かせよ。行かせよ、そのラストチャンス。リアルゴー、キックミート。モロセ、ナイス。ブルーベン、モロセ、ね、ハウェルツ、うん。違う、違う決して検証結果、ピエン超えてパオン超えてダゾーン以上。